空を常に通り過ぎていたあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なく泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えた。その心をもう一度どこへ行け、どこへ行けと僕の中で誰かが待ってほしい。